皇女の肖像は、イタリアの後期ゴシックの画家、ピサネロに帰属される万丈のテンペラ画である。おそらく、1435年から1445年の間に制作された、エステケの皇女の肖像としても知られている。ピサネロに確実に帰属されているのは、様式的な特徴によるものだけではなく、画家が、その時期に、フェラーラに滞在しており、レオネッロ、 デステ公爵の肖像と記念メダルも制作したからである。たくさんの蝶や小玉木の花を背景に公女が横顔で描かれている。公女の眉の近くにいる蝶は魂の象徴である。本作は現在、フランスのパリにあるルーブル美術館に収蔵されている。作品は1860年にドイツ領事のフェリックス・バンベルクが購入した時に最初に公になった。 1893年にルーブル美術館はシャルル・ピカールから作品を3万フランで取得した。制作者の画家が誰であるかについてはずっと何ら疑念は持たれていなかった。しかし、モデルの身元は謎のままである。肖像画は非常に若い女性を表しており、少女以外ではありえない。蝶、なでしこ、小田巻の花が散りばめられた緑の背景に、 横顔の輪郭がはっきりと描写されている。少女の髪はルネサンス期のイタリアで理想美とされた縦に長く丸い感じの額に見えるように整えられている。この時代の女性は眉や生え際の髪を頻繁に抜き顔からしっかりと髪を交代させて当時の理想美を強調したのである。モデルを特定化するための唯一の格好たる根拠は 両側に取っ手のある花瓶を表す。エステ家の紋章が少女の袖に刺繍されていることである。この紋章はまた、ピサネロがデザインしたリオネロ・デステのメダルの裏側にも見出される。したがって、本作をエステ家の様々な工場と結びつける試みがなされてきた。ピサネロはエステ家に雇われた芸術家の一人であり、フェラーラに何度か滞在し、 スキファノーや宮殿の部屋の装飾に携わった。マルゲリータ・ゴンザーガはモデルの可能性のある一人かもしれない。レオネロ・デステの妻であり、本作が1433年の結婚時に描かれた可能性がある。また、服の袖に息吹の小枝があるため、初々しく若い顔はジネブラ・デステとする見方もあるが、 イブキの小枝は単に幸福の象徴であったので、名前にかけた言葉遊びではないのかもしれない。ジネブラは、シジスモンド・パンドルフォ・マラテスタの名であり、同時に不幸な妻でもあったが、シジスモンドは、ロマーニャ地方を一武器にさらし、いそったで、リアットの恥知らずな関係は、時代のスキャンダルであった。それでも、リミニに、テンピオ・マラテスティアーノを建設するように、 博学者であったレオン・マッキスター・アルベルティに依頼したのはマラテスタであった。マラテスタは妻が22歳であった1440年に妻を毒殺した。肖像画の女性はゴンザーガ家の公女である可能性も示唆されている。おそらくベアトリーチェ、マルゲリータ、またはピサネロもメダルに描いた教養のあるチェチリアであったのかもしれない。チェチリア・ゴンザーガ。 月明かりに照らされた風景の中の、ムクト、ユニコーン、ピサネロ、ペントン、チャネッタ、レボルト、マテリアルズ、メソッツ、アンドマスターピーセズオブメディバルアート、ABC クリオ、ISBN 9七7802億7599万4181、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、ID イコールイフスフールバ 8IC& Q イコール P サネロ %20 ヘアスタイルピコグラムイコール PA232 タイナグリーパオラウィメインイタリアンルネスサンスアートジェンダーリプレゼンテーションアイデンティティマンチェスターユニバーシティプレス ISBN9 七7807億1 9百4万 542https コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ booksID イコール HMBA6FAJESK&Q イコールルネッサンス %20 ヘアスタイル %20 ハイパーセント %20 ホヘッドピコグラムイコール PA50 ジャーメインバザンザルーバーイングリッシュエディショントランスクリプション MI マーチンテームズハドソンありがとうございます